ゴ座レ阿賀橋は、新潟県新潟市の阿賀野川に架かる国道113号の道路橋梁。西詰めは東区、東詰めは北区に位置している。新潟市の都市計画道路、山の下東港線の一部として、商品橋上流橋の事業名称で整備事業が進められ、2009年9月13日に、供用を開始した。 新進バイパスとの位置関係津島や八丁目交差点から、御座れや阿賀橋方向を望む車道への自転車と、乗り入れ不可の標識がある。歩道は、橋梁部にのみ設置されており、橋前後の区間では速道を利用する形となる。橋町937.0メートル、福院12.25メートルを有する7景観、連続及び6景観連続公開。 断面箱下駄橋。完成4車線だが、2009年の開通時から当分の間は、下流側の橋梁を使用した、暫定に車線で強要される。このため、歩道は下流側にのみ設置されている。また、この事業において整備されている、新潟市東区、津島屋から同市北区上屋内に至る延長 3.1km の区間全体が、 立体交差方式で、東詰め側に、西名目書インターチェンジが設けられているが、起点、終点以外に、平面交差は設置されていない。阿賀野川の下流から2番目にかかる橋梁で、下流側には、旧国道113号の商品橋が、上流側には、国道7号の阿賀野川大橋が、それぞれ架橋されている。一般国道113号商品橋上流橋の、 事業は、阿賀野川にかかる商品橋、阿賀野川大橋と新潟県道3号新潟柴田、村上線の太平橋の一般道路3橋梁の渋滞解消と両岸地域の交流促進、市内の交通拠点間のアクセス効率向上などを目的に進められているものである。山のもと、東港線新潟市と北貫原郡西楼町の都市計画道路、 山の下東港線は、新潟市中心部と新潟港、東港区と連絡する、幹線街路として整備が進められている。東区山の下地区から青楼町東港山頂目に、至る延長 22.8km の道路である。現在の開通区間は、東区東新町から道区、津島屋に至る区間。 津島屋から東京寮を介して、北区上屋内に至る区間、北区笹山東から、道区横戸井に至る区間、さらに、横戸井から西浪町東港3丁目に至る区間で、上屋内から笹山に至る残存区間は2012年8月現在、事業に着手している区間はない。このうち、指導産の下東港線は1970年代前半までに、 東新町から東区川渡市までが2000年代前半には東京寮に沈めの津島山でが順次竣工し現在供用中の区間は東区大船地内や東京漁周辺など一部を除きほぼ全線が4車線で供用されている新潟市は山のも東港線の整備を進めるべく商品協上流部を経由する 道路橋梁の建設を計画していたが、スタンド区では事業遂行が困難なことから、この商品橋上流橋の事業区間については、国土交通省北陸地方整備局、新潟国道事務所が国道113号の区間として権限を代行して施行を実施し、気境用区間の維持管理は、新潟市東区と北区の各建設課が行っている。 阿賀野川の下流域は川幅が広いため、河橋には莫大な費用と長い後期を要することもあって、旧新潟市域の橋梁は1970年代までは商品橋と太平橋の二つしか設けられていなかった。豊坂市や柴田市など近隣市町村のベッドタウン化が1960年代後半から急速に進捗し、両橋梁の交通量は大幅に増加。 しかし、両橋両とも、車線幅が狭いトラス橋で、朝夕のラッシュ時を中心に渋滞が慢性化した。1977年に新進バイパスが、延伸開通して矢賀野川大橋が、暫定に車線で共用を開始し、さらに1986年に、全面竣工して4車線化されたものの、新進バイパスには、都市間輸送や、通過交通に加え、 生活交通目的の車両までもが集中し、こちらも渋滞や速度低下が慢性化した。また、阿賀野川大橋西側のエビガセインターチェンジは、高下部が片側に車線となっており、ボトルネック渋滞がしばしば発生するなど、道路施設に関する問題も、渋滞の慢性化を誘発する要因となっている。 新潟県と新潟市、豊坂市、青老町の三市町は新型東港の開作に伴い市内中心部と東港とを連絡する幹線街路として1941年に計画決定していた都市計画道路が渡る松崎線の終点を東港の港行きまで延伸して路線名を 山のも東港線に解消した上で1968年に計画決定し、その一環として商品橋の上流部に道路橋梁を新設する構想を立案したが、第一次オイルショックの発生や、前述の新進バイパスの建設を優先したことなどで、計画は進捗しなかった。しかし前述の通り、新進バイパスの開通、完成後も、 交通量の増大は続き、新潟市以北の幹線道路網の拡充が喫緊の課題となりつつあった。そこで、新潟県と新潟市は、当時の建設省と商品協上流協の建設に関する協議を進めた結果、協梁部を含む区間について、国の権限代行によって建設事業を進めた上で、開通後の区間は、国道113号の区間として、 新潟県が維持管理業務を行う方式で整備することになり、2001年度に新規事業化された。2003年度から用地取得に着手し、2005年度から道路の施行に着手。そして、上流橋本隊の起工式は2006年11月13日に取り行われ、同月から本格的に課境が開始された。また、新潟市が2007年4月1日から、 政令指定都市へ移行するのに伴い、開通後の維持管理業務は、新潟市が行うことになった。右岸側にドックを作り、そこで橋桁を作成し、順次クレーン船で架橋した。新潟国道事務所は2009年1月18日から1月31日に、かけ、沿線となる両区の小学校5校の児童と市民を、対象として、阿賀の御座れや橋。 ゴザレやアガ橋、アガの未来橋、アガの夢橋、大アガブリッジ、大城少女橋、チューリップブリッジの7つの候補から橋の名称を選択するアンケート調査を実施し、合計1132通の回答が寄せられた。その結果、アガ北地域で使用される、新潟弁で、いらっしゃいを意味する、ゴザレやを含む、全社に候補が、全体の1。 4を締めまたアンケートの自由意見にも、ゴザレ屋に対する反響が多く寄せられた。これをもとに、新潟市と新潟国道事務所、沿線の地元住民団体などからなる、商品協上流協を有効に使う会において、検討した結果、名称は、ゴザレ屋阿賀ば市に決定し、3月25日に、正式発表された。また、橋梁部に設置する名板には、 各小学校の修士が採用されることになった。2009年秋に開催の国民体育大会、ときめき、新潟国体並びに全国障害者スポーツ大会、ときめき、新潟大会に合わせ9月13日15時から暫定教養を開始した。東京用の整備事業によって阿賀野川を渡る道路が増設され、また北区内の国道113号から 道区富士見町で交差する新潟県道4号、新潟港横越線や東新町で交差する東港線バイパスなどとのアクセス効率が向上することによって既存橋梁の渋滞解消が期待されており、開通後の9月18日に新潟国道事務所が発表した交通量の速報値において商品橋では朝ラッシュ時の最大渋滞長がほぼ半減するなど、 12時間交通量が約14%減少したほか、阿賀野川大橋で約5%、太平橋で約1%減少するなど、周辺橋梁の交通負荷軽減が見られた。なお、毎年8月下旬に開催される阿賀野川ござれや花火の当日は、打ち上げ地点が東京量と商品橋の中間点に位置することなどから、 東京寮の歩道部は安全確保のため通行止めとする措置が取られている。また2013年4月2日付で国道113号及び重複する国道345号は新潟空港アクセス道路とござれやあがばしを経由する区間に指定変更された。なお、旧区間は新潟県道17号新潟村松3線線に指定変更されている。ありがとうございます。